こんにちは、うちはよく観葉植物の植え替えを賜ります。観葉植物の植え替えといいますと一番多いのがこのモンステラですね。やっぱ育てやすいですし、まあ、手にも入りやすいですし、どんどん育って、育ったのは嬉しいんだけれど、この後どうしたらいいんだろうというふうに思うのが一番多い植物なのかもしれないですね。このモンステラというのは誰かに持たれて、誰かっていうのは大きな木に持たれて、この気根で持たれた先にへばりついて、でどんどんその木の側面をよじ登っていく、そういう性質の植物なんですね。ですからインテリアグリーンとして持たれるところが大概はない。そうするとどんどん伸びたものが倒れて、葉っぱも広がって、どうすることもできなくて、でこれどうしたらいいんでしょうねという意味で植え替えてくださいというふうに持ってこられる方が多いんですね。よじ登っていくと言いますと、よく売っているあの緑色とか茶色の金属の棒ですね、あれではよじ登れないんですよ。ですから自然素材の何か、自然界でいうと木っぽいものですね、岩とか、そういうようなものを立ててやらないとよじ登れないですよね。そこで適切な支柱なんか売ってないですし、それから昔ヘゴ棒っていうのがあったんですよ。これ一番いいんですけれど、なかなか最近ねホームセンターさんでもヘゴ棒なんかあんまり売ってないですし、そうすると何にしたらいいのというふうに絶対思われるでしょうから、まあうちの場合はしょうがないので、うちで作って、でそれを鉢の中に立ててよじ登れるような状態を作って植え替えをしてます。実は天然素材だったら何でもいいわけですから、ご自分で作れるんですよ。今回はまあ、かっこいいかどうかは別としまして、インテリアとして、これぐらいだったら我慢できるかなというレベルの支柱の作り方を説明していきたいと思います。このモンステラ、お客様から植え替え依頼で預かった株です。よく伸びててね、ただまあ全体的に若干日光不足です。この茎が細くて傭兵ですね、ものすごく長く伸びてます。ということは太陽の光があまり足りてない、ちゃんとある程度の光線が当たってればここの茎のところは太くなってくるんですけれど、まあ全体的にご自分の家で出たであろう茎はこう細くって、で元からついてた茎はちょっと太くてと、まあ置かれてる環境がちょっとちょっと暗めなのかなと想像できる株です。モンステラの仲間っていうのはフィロデンドロンなんかも一緒なんですけれど、自分で立ち上がっていく植物ではないんですね。これもちょっと傾いてますでしょ、こういうふうにね、こうやって倒れてきている、これで普通なので、誰かに持たれて、その持たれた相手にこの気根ですね、これこの気根で相手にへばりつかせながら上に登っていく、そういう植物です。ですから相手が自然素材のようなもので、この気根が貼り付けるような、つかめるような、そういう素材のものでないとこの子は上がっていけないんですね。支柱というと、この金属の支柱を皆さん想像されるかと思いますが、このモンステラが張り付きたいのに張り付くことができない素材なんですね。だからうちはこれは使わないでおきます。その代わりに自然素材でっていうのが、うちはこんなもんを作ってます。これ何かというと角材なんですね。
普通にホームセンターで売ってますけど、それにジュートというかドンゴロスというのか、こういう麻布ですね、これも普通に売ってますんで、これを木工用ボンドでしっかり貼り付けて、まあ貼り付けてというか巻いて、それを支柱にするようにしています。こんなことをしてるところも少ないので、まあうちはちょっと特殊なのかもしれないですが、やっぱり本来のモンステラの性質を考えますと、こういう支柱でないと後々かわいそうだなと思って、そのまま使ってもいいんですけれど、どうしてもカビが生えてきたりしますので、見栄えが悪いということと、引っかかりが少ないので、周りにジュート、まあ麻布ですね、それを巻いて引っかかりも兼ねてちょっと見栄え良くしようと思ってます。もちろんこれもカビは生えるんですけれど、そこそこマシな状態で見れるので、うちはこういう支柱でしますけれど、いいですかとお客様に許可を得てから、これを支柱にして鉢を植え替えしようと、いつもそういうふうにしています。で、下あの土に刺さる部分までジュートを巻くとちょっと汚いなということで、先を、はい、少し残して包もうと思ってます。木工用ボンドで十分くっつくので、でこの時にあんまりべったり塗らない方がいいです。周りに巻く麻布が硬くなってしまうので、ボンドがくっついて、いろいろあのセメダインとか他にもありますけれど、こういうのはやっぱ木工用ボンドの方がしっかりくっついて長持ちしますし、この方がいいみたいです。やっぱりマクドナルドのホットケーキ用ナイフではやっぱダメですかね。割り箸とかの方がいいかもしれないですね。で、これで塗ってボンドが硬化するのに1日ぐらいかかりますから、そう慌てなくてもいいです。で、最終的に頭のてっぺんも包んでしまいたいですので、それもつけときます。はい、じゃあそうしましょうか。包めればいいので、最終的に、はい、で残りのとこも塗って、その木の上に直接ボンドでビヤッと出して広げたくなるんですけれど、大概出しすぎて乾くのめっちゃ遅くなってしまうんで、これがね基本の塗り方です。ここはちょっと糊多い目でもいいからしっかりくっつけとかないと、そっからもっとれちゃいますもんね。はい、できました。はい、じゃあ次はココナッツの繊維で作ります。こちらの方がちょっと自然な感じなのと、この麻布ですとね、カビが生えてきてこれが真っ黒になったりするんですけれど、これはカビが生えにくいのでずっと結構綺麗です。その代わりちょっと手間がかかります。こういうのってこう固まってるんですけれど、これをこう手で薄く板状に広げていきます。薄めに広げてほしいです。少し重ね合わせながら、この長さに合わせてその下にまず引きます。もうできるだけ薄めの方が格好がいいです。布ではないので後から継ぎ足しはできますけれど、じゃあこんな感じでこの角材にさっきの布よりはちょっとベタベタめというか厚めにボンド塗ってほしいです。4本全部塗りました。これね、途中から足すよりはどうしてももう繊維なんで4本全部塗ってしまった方が後々楽ですね。さっきのよりは厚めに塗れましたら、そこの上に置いてください。それで巻いてってください。で、あんまりその地が透けないように繊維を広げながら巻いてください。なんか卵焼きの失敗作みたいになってきてちょっとボンドを足さなきゃいけないところは少しずつ足して、あんまりでもボンドをねつけすぎるとその表面がねボンドで覆われてカチカチになっちゃうんですよ。そうすると意味がないので、わざわざ繊維でくるんだという意味を、はい、大事にして
まんべんなくくっつくように巻けましたね。そうしたらこのまんまではボロ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 すぐ取れてしまいますので、この麻紐でぐるぐる巻きにします。本当はね、一旦これが乾いてからの方がしやすいですけれど、まあ今日はちょっと先にしましょうか。この下のところを一周巻いてしっかりとくくり合わせてください。先はちょっと長めに残しておいてくださいね。最後にそこくくり合わせますから。ここに少しボンドをくっつけておきましょうか。あまりずれないようにということで。で、それから斜め一方向にちょっと密になるように巻いていってください。それぐらいですね。どうせまた巻き下ろしてきますんで、しっかりと。で、途中でまたボンドをくっつけて、生産者さんがたまにこの方法で棒を作っておられまして、で、私もたまにこの方法を使ってるんですけれど、先日お客さんのところでご自分で考えて同じことをされてまして、とっても上手に作っておられました。上は何本かぐるぐる重ねてしっかり糊くっつけてくださいね。で、途中途中でくっつけて欲しかったです。だからしっかり巻く前にそれをつけてから、はい、でまた巻き下ろしていきます。その時にちょっと豆に、ボンドくっつけてってください。引っ張って引っ張って、で巻き下ろしてってください。最後一番下でちょっと重ねて2、30グリグリして、はじめの切れ端と結び合わせます。ボンドつけときましょう。各支柱が出来上がりました。これはココナッツの繊維を巻きつけたものです。ジュートの方も使いやすいですね。こちらの方がモケモケしてないから、まあ作りやすいですし、ご自分で簡単に作って植え替えもこれがあればできるはずです。やってみてください。どうでしたか？支柱の作り方簡単でしょう。ものすごいかっこいいっていうわけではないと思います。前に紹介したような自然の枝とかそういうのを使った方がかっこはいいだろうなとは思います。ですけれど、これでしたら簡単に買いに行けてすぐに作れて、で、まあ見た目もそれからカビの生え方も多少はマシかなと思えるレベルのもんですが、何もないまんまで床にズルズルと張ってるよりは、この支柱をちょっと当てた方が絶対に収集がつきますので、これをね、基本をできるようになったら、あとは皆さんの工夫で何とでもできると思いますよ。ポイントはね、支柱の方を先に鉢に立てておくということです。後からね、土の中にこうさせないんですよ。先に支柱を鉢の中に入れて、そこから土を入れていくというところがポイントですね。ぜひぜひやってみてください。